おはようございます。カモンマテリアルマテリアルの坂部五郎です。カモンの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を、発掘するために配信している番組でございます。ためたな、ためたな。いやもう70回目分ぐらいちょっとためようかなと思って。ということで今日70回でーす。イエーイ。切り番切り番。そう。はい、ということで、今日はですね、まあ10月の2日ということなんですけど、はい、まあ、70回目の切り番ということで、ちょっとですね、今までの番組を振り返ってみたいなということで、はい、いきなり全員で参加しているということでございます。はい、いや70回ってね、まあ週1回なんでね。そうです、毎日じゃないから週1回なんで、はいはい、まあ、70回目っていうことではあるんですけど、はい、まあ1年ちょっとですよね。そうですね。で実はこれね、70回言ってるんですけど、その前6回テスト配信っていう形で番組名決まらずに、はい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 、そうそう、でしかもね、その時生配信とかやってるんですよ。はいはいはい、そう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 、やりましたね。やってたんですよね、生配信で。1回目がですね、はい、たくさんいろんな人に出ていただいて、そうですね、やったりしてたんですけどね。で、なんで、配信に変わったかっていうと、6回目から、ドイツとつないだりとかしてですね、はいはい、時間的に俺らの配信時間に合わへんのみたいな話が出てきて、結局、収録に変わってっていう感じになったんですけどね。はい、ということで、ぼちぼちやってきて、70回っていうことなんですね。まあ、多分それぞれに思い出のあるというか、思い入れとか、なんか面白かったとか、はい、なんかそういう回があると思うんで、ちょっとそれぞれの話を皆さんと、振り返りながらしてみたいなということではあるんですけど、じゃあまずあゆみからいこうか。はい、あゆみ、あゆみ、あゆみ。私はね、初めはね、私いなかったんですけど、いなかったね。4回目から、カモンマテリアルになって4回目から参加させていただいて、はいはい、年をまたぎやりました。はいはいはい、お正月の時にね、はい、みんなでね、こうボードゲームができたのがすごい。あ、やったね、やったね。最後ほんまあゆみと俺と二人で一騎打ちだって、見事勝利しました。いや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 、あれ何やったんですかっけ。ブロックス、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 ブロックスですね。ブロックスおもろかったよね。面白かったですよね。またやりたいですね。やりたい、やりたい、やりたい。あれはおもろかった、おもろかった。やりたいなと。もうしかもさ、超まったりした番組やったよね。正月ってこと、はい、お正月にね。はい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 、俺だってお正月用の M 借りたもん、借りたって買ったもん。なんかことかなみたいなやつを。はい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 、そう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 。印象的だな。いやいやいや、あれ面白かったよね。はい、面白かった。はい、で、だから映画の紹介もね、お正月映画の紹介になってたっていうやつですね。確かに。何やったんですかね。何やったかな。ちょっと検索する。また見てください。ぜひ見ていただければ、多分この辺に出てますから。でもゲームで落ち込んだからね。その後の説明したから、力が入ってなかったから。落ち込んだ後やった。意外に負けず嫌い。来年でも違うゲームじゃん。違うゲーム。違うゲーム。正月はもうそれでいいと思うんですけど、なんか違うゲーム。オセロ。でも4人で。4人でやらなきゃならね。人生ゲームですか。人生ゲーム。あ、なんかそういうのも。でも時間が。まあまあ、まあ、早送りします。おもろいとこしか使わないで。楽しんでるの見てもらって。あれやっぱ初めてやったんだよね。うんうん、なかなか試みとしては面白かったね。そうですね。どんなになるかなって、ね、はい、見てられるかどこまで。まあそのこの4人のまったりしたゲームをずっと見てるっていうのもどうなんかな。でもゲーム実況とかってあるやん。ありますね。一応俺あれさ、下に文字を出してるんだけど、みんなが喋ってるのを出してるんじゃなくて、はい、文字でゲーム実況をするっていうのやってて、おっとここでお酒で諦めたとか言って粘るお酒べとかね。そんなもありましたね。はい、まあ、ぜひそれもちょっとまた皆さん見返していただけば、ね、こんなことやっとったんやっていうのがあるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ高橋さんどうですか。はい、私はカモンになる前のね、うん、もう一番初めの1回目ですよね。ああ、はいはいはい、ね、はい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 、出演させていただきました。
配信ではすごい念願やったので、あのすごくまた自分でハードル上げて、うん、あの家で待って、あの始めたから6回目まではないですね。そうですね、リモートで実現させてもらって、はいはい、その中の1回目やから、はい、家でどんだけを準備しないか、ね、ズームがまずわからない。そうだからあれ多分生配信やったんで、その多分1時間前ぐらいにここと1回結んで、そうですそうです、はいはいはい、練習させてもらったけど、だから何回目かの時は声が出なかった。そうそう、何回目かでもうしょうがないから、はい、高橋さんごめんって言ってなしにしたことが1回今で言われかなしから罰だったんですけど、そうそうそう、慣れたからその1週間いただけで忘れたんですね。なんかマイクの設定とか、そうマイクがね、あの、はいはいはい、ズームってあの今でこそもう新しいバージョンになってっていうやつはそんなことないけど、うん、前のねバージョンのズームって意外と音が安定してなくて、使ってる最中に何か押してもうたらもうなんか音が入らんようになるで、再起動せへんかったらあかんとか、はいはい、いろいろあったりとかして、結構バグがね、うん、最初の頃ズームありました。だからそれこの番組のおかげで、だからズームっていうのを、うん、結構真剣に勉強した、うん、それもあったんですよ。し皆さん、うん、まあリモートの前にね、席今もそんなに使ってなかったですよ、ね、この番組きっかけでズームを、まあまあそもそもこの番組やり始めたきっかけがコロナですからね。そうですね、あのコロナでなんかね、やらなあかんわみたいな、そうなんかやらなあかんし、そのまあね、マテリアルもその営業ができるやできへんやみたいなんでバタバタしてるし、はい、でもマテリアルっていうお店があるよっていうことをね、うん、たくさんの人に知ってほしいなということで、はい、この企画を僕の方から提案させてもらってやってるって感じなんですけど、はいはい、今ね人にちょっとズーム教えてるからちゃんとマイクだってね、めっちゃあのインタビューでズーム活用しまくってますもんね。そうですよね、これも失敗したんだけど、あこういうことやなって言って、うん、でもちゃんとマイクも買いましたし、はいはい、今ねランプが欲しかったんですよね。あ、はい、綺麗ですね、はい、っていうか、まあ今はそのインタビューが声だけので使ってるからそんなに必要ないですけど、ね、今度もしも画像が必要になるんだれば、これを買わないと監督にあの家のね蛍光灯の方が光が、ね、はい、今教えられて、それも割合あれでもね、うん、あの丸いやつでなくても、うん、僕あの実は家に勉強用のやつとかあるじゃないですか、はいはい、あんなんを実は使ってるんですけど、別にあの丸いやつじゃなくても普通に顔面に向かって直接当てるようにしたら、うん、全然普通に使えるんですよ、うんうん、はい、まあ、それ1回目の思い出で、まあ、いろんなことで見せてもらったのが、まあ、実際ね、はい、あの1回目ってもうあのシスター K も出てるし、うん、柿本さんも出てくるし、柿本さんがあの一人当たり5分ですとかって言ってんねんけどね、5分過ぎようとする瞬間に、それじゃ あの技の説明をとか言って、海野さんごめん時間ないからもう切るねって切らしてもらったりとか、なんでなんか時間が送ってきて何分にかけますよとかかけてくれとかね、そうですね、はいはいはい、でまずそれ今度 LINE やったり、 LINE やったり、そうあれあの時 Zoom じゃなくて LINE やで、そう LINE でやってた、 LINE でやってた、 LINE もなんか初めてやった、あのそうあのパソコンをそのまま後ろに出すから、うん、でそれがちょうど LINE がちょうどいいみたいな感じで、うん、で電話がかかってきてそれを取ったみたいな感じで、はいはいはい、その体でやってた。あ、そうパソコンにこの番組がきっかけで LINE のアプリを落とした、はいはいはい、やりかけたっていう、まあ、だからなかなかね、あの最初の頃なんで、あの いろんなやり方をやってたっていうね、うん、やつですよね。ありがとうございました、はい、でしかもあの初回の時だも確かね、脇田さん、初回の脇田さんに賞を書いてもらう、うん、番組をやってる間に書き上げてもらうという、うん、企画をやってて、そう俺があのコロナものっていう当て字の漢字で書いてもらったっていうね、はい、そうあのそうなんですよ、そういうことをやってました、ね、我企画構成で、ね、我しっかりって感じで今もしっかりしてますけど、今はなんかすごくね、なんか台本的なのが来て、まあ番組ってこうなんやっていうの、まあ緩い方やと思いますけど、ね、はい、じゃあ大阪部さんどうですか。いや、まあまあ、まあ、途中からね、うん、このありかなしかがあって、はい、ね、まあ、いろんなゲストが来られてるんですけど、はいはい、まあ、やっぱりその一番最初やりだした頃の、うん、まあ、最初はその Zoom じゃなくて LINE の、うん、画像を出してっていうところからでしたけれども、サエコさんとドイツで Zoom ですよ ね、うん、ね、そうですね、あれは Zoom です、 Zoom でつなげて10分ぐらい
喋ってましたよね。本当にね、30分番組やのに50分喋られたどうしたらいいのってすごい、そのドイツと、うん、そのね、やっぱり全然そのラグがなく喋れるっていうのは、はいはいはい、すごいなと思って。いや、すごいですよね、はい、Zoom って今年で10年目なんですね。そうですよ、そうですよ、はい、でまあ、僕も使い出すのも去年ですから、まあまあ、だいぶ Zoom がね、その世界ではこう使われてたのかもしれませんけども、うん、こういう風なね、ほんまにコロナ禍にならなかったら使ってなかったかもしれない、ね、いやいや、使ってないと思いますよ。ここまで普及したのは、うん、本当にコロナ禍のおかげですよ、そうですよね、うん、そういうのがあって、その世界とすぐにつながるんだっていうのが、うん、すごい実感した瞬間だったなっていうのが、うん、なるほどなるほど、すごい印象的ですよ、ね、はいはい、あとはまあありかなしかのね、はいはい、やっぱりゲスト、いろんなゲストの方が来られて、はい、いろんな知り合い、まあ、真平さんの顔の広さがすげえなっていうのがすごいし、いろんな方とこう知り合いになれるなっていうのが、はい、すごい面白いなと思って、はい、そういうところがやっぱりこれっていうんじゃなくて、まあ、そういうところのこの印象は強いですよね。なるほど、うん、僕も番組をね、やるようになって、次誰出そうとか誰にお願いしようみたいな、やっぱりね、だんだんとね、そう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 、週一ですしね、結構ね、週一で出てもらって結構大変なんで、うん、はいはい、でブッキングっていうか、そのこの時間に来てもらえるかどうかっていうのがあるでしょ、うんうん、でね、収録時間にね、うん、そういうのがまあ大変やったというか、まあ、今でも大変は大変なんですけど、うん、まあでもそれのおかげでまたつながったというか、はいはい、そういうご縁もあったりとかするので、うん、はい、番組やって本当に良かったなと思ってるんですけどね、はいはい、まあ、これからもだからどんどんいろんな人にはね、つながっていただければな、はい、思ってはいるんですけど、うん、俺ね、あれなんですよ、実はまあいろんな人にも出てもらってるんですよ、うん、ありかなしかになる前に、うん、俺、小坂部さんと芝居論とか、ね、演劇論とか、うん、なんか演出論とか、その辺を2人でバシバシやってた時があったんですよね、はいはい、あれが結構実は俺楽しくて、はい、いやでもさ、うん、例えばその俳優さんがその演技をするってどういうことなんだよみたいなね、そういう話をしたでしょ、はいはい、あの時は実は俺的にはすごく楽しくて、うん、はい、まあ自分も演出させてもらうし、うん、でね、その演出家で脚本も、まあ、俺も脚本も書くしっていうんで、はい、その脚本とはとかね、うん、そんな話を結構真面目にしてた時期があって、ね、誰が見てねえだろうじゃねえよっていうか、誰やねんお前らみたいな話じゃないやろうけどそうそうそう、でも意外とね、数字は取れてたんですよ、はい、まあまあ見てきた、2回か3回にね、連続できました、ね、そう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 、また来週も、また来週もいますとかってはい、はい、やってた時期があって、なかなかあれは俺的には楽しかったですよね、はいはい、まあ、ただあんまりなんかテーマがないなみたいな感じになってたそうですね、でなんかないかなって、分かったって言ってプレゼンの話が出てきたっていう流れですよね、うん、でもね、プレゼンをやるようになって、まあ、いろんな友達にも出てもらったし、うん、あれなんですけど、僕やっぱこの番組のね、嬉しかったのは、その例えば赤井さんとかね、赤井ひかりちゃんとかもそうですし、うん、あとまあその他のいろんな監督にも出ていただいたり、まあ、川本君もそうだけどにも出ていただいたり、あるいはインタビューさせてもらったりね、はい、もうそういう機会が作れたっていうのはすごいやっぱ嬉しかったですね、赤井さんなんてもうね、俺はもう大ファンだったんで、はいはい、もう赤井秀和語れるぜぐらいの勢いでインタビューしに行って最初の10分ぐらい赤井秀和話ばっかりあってってた、赤井さんがちょっと面食らってたってあれ面白かったですけど、赤井さんが逆に隣にいる上西監督に気遣い始めたってそんなこともありましたよね、はいはい、まあ、なので、まあまあ、映画ネタもね、まあ、これはもちろん赤井さんのつてから、そういう機会を、ね、もらってインタビューもさせてもらいましたし、これからもね、またその流れ、映画のことも10月も2本ぐらい監督インタビューが入りますし、はいはい、次回とその後に監督インタビューが入ってくる感じになりますけどね、ぜひまたその辺も楽しみにしていただきながら、はい、いろいろと楽しんでいただければ、はい、ありかなしかもね、面白い人らもっと来てほしいんですけどね、うん、そうですね、ほんま芸人さんとか来てほんまここでやってほしいねんけどな、はい、俺らの芸を見てくれみたいなプレゼントか役者が、うん、俺ら使ってくださいとかつって寸劇ここでやるとかね、うん、そういうのをどんどんやってほしいなと思うんですよね、はい、もう本当にここは
スタジオとして使える場所ですから、はい、いろんな使い方ができるので、何でもできます。そう、だから本当にそういう意味でこの可能性を追求するっていう番組なんで、はい、でもね、僕らだけではなかなかこう、しても限られてますから、見てらっしゃる方で、ほんなら俺出るわっていう人はもうどんどん来て、そうですね、声をかけてきていただければと思うんで、はい、はい、またこの日に出しておきますんで、ぜひ、出演希望の方は連絡いただけると、はい、はい、ありがたいと思っております。はい、という感じでですね、はい、感じの時間になってきたので、このカモマテリアル、70回記念の振り返りという、はいはい、コーナーはこんな感じで終わらせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、では、あゆみ。はい、おはようございます。おはようございます。はい、ということで、後ろにいたけどね、後ろにいたけどね、そう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 、はい、はい、はい、私が、はい、そうですね、はい、質問のコーナーです。はい、質問コーナーです。はい、質問コーナーです。はい、まだね、メールはいただいてないので、はい、そうですね、はい、私が個人的に聞きたいなって思うことを、はい、質問したいと思います。はい、はい、高橋さんに質問。はい、はい、変わります。質問はどんどんしていこう。みんな、ね、視聴者の方も質問しようみたいなコーナーになっております。はい、はい、高橋さんに質問ですが、はい、お尻のコミュニケーターってどうやってなれるんですか？はい、今はもうなれませんね。はい、もうなれないですか？今はなれないですね。昔新、大阪新大橋の方にですね、はい、そういうシネマコミュニケーター学校というのがありました。学校一応週1回行って、1年目が、なんか普通科がだから40回かな、受けて、で今度は、それ1年間受けて、その終わるだけに来年専科に皆さん行きますかっていうのが、専門のどうしますかって言われて、その専科も20回行くんです。合計60回行ったら一応称号をくれる感じなんです。一応東京にもあって、大阪にもあって、大阪震災団のところに、ビットインの上に、あの辺にあって、やった。だから、もともと顧問は藤本さんでございます。はいはいはい、で、私の、行った時の先生が、引田哲郎さんと言いまして、引田哲郎さんに、今、セアに放送されてますけども、あの人ですよ。で、主任が、東野博明さん、ガッシャン。昔の北野真香さんと一緒に、あ、はい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 、ほうほうほう、で、あの方が主任へぇやったっていうことです。なるほど、はい、あと姿勢はアンミカさんの姿勢みたいな、すごい、アンミカさんの講義も2個あった。なるほど、やべか。なるほど、今や初耳学でなんかね、うん、モデルのあれとかやってありますけどね、あの時から、まあ、すごく手入れ入ってきた人があるので、はい、この人も教わったんですね。でも映画の話は教わってますんで。え、シネマコミュニケーターって一体何をするものなんですか？これはね、だからね、まあ、ライターになったりとか、媒体を使って映画を紹介するっていう。だから言ったら、そのラジオに出て、ラジオで映画のこと喋るとかいう、その喋り方とかも勉強した。あと新聞のね、前はあれ11段ですかね、13段ですかね、原稿をそれにして書くんですけども、その題名とかをどこで返したらいいかっていうのを勉強した。だからアメリカンとかなってきた時に、カンでやるのか、ウンでやるのかとかもやりながら勉強して、そしたらその前に言葉が何文字とか決まってくる。ああ、そうですね。それも一応しましたが、私ライター向きじゃなかった。ライターの授業の時はすごく、めっちゃ怒られたんですよね。怒られて、赤ペンで帰ってきて、ある方の先生の時に怒られまして、今日は授業はあなたは自習ですって言われて、原稿を2時間、はい、やり直したという思い出もある。苦い思い出もある。はい、だからライターは向いてない。だから、まあ、だから称号であって資格ではない。もう間違いない。称号、はい、称号です。で、起業ができない。そうですね。はい、基本的には起業はしちゃダメ。あ、でも本当は本当に見てもらうために宣伝をするっていう、はい、ああ、はい、もし見てダメな作品は題名も言わない、触れないっていうのが基本です。自分が見て、あ、そうですよね、どう思うかは人それぞれだから、でも嫌やなと思ったら別に何も言わない、題名を上げないっていうのが基本にあります、ね、だから言いましたけど何々でしたっていう言い方はダメ、否定的な言い方はダメ、それが起業ですよね。これはこうでしたっていうのはダメです。難しいですね。私は感想を言わせてもらいますけど、でもね、いろんな人のこうね、はい、思いとかあるから別にね、はい、
どう思うがいいですね。そうそうそう。だからこそあのマイナスなことを言うやつは絶対喋るなという。ああ、ね、そうそうそう。喋ってるやつは逆に言うと面白いということにはまあまあ一応はなるという。ただまあ、あるアカデミー賞作品があって、うん、見たときにダメやったんですけど、その時皆さん見に行ってもらうためにどうするかというと、見に行って良さを教えてくださいっていう振り方をします。あ、うまい。ということだから見に行ってくださいって言ってるわけだから、見に行って俺にこの作品の良さを教えてくださいっていう言い方をしましたね。とあるとある洋画で言いました、ね、なるほど。それは大丈夫で言わさせてもらいましたけど、はいはいはい、だから行くやつは絶対いらない。はい、ありがとうございます。はい、そうなんだ。ここで使うの。ここで使うの。そうなんだ。はい。はい。はい。じゃあね、他の方からもね、はい、皆さんに、ね、そうです。このコーナーは、はい、皆様からのお便りで成り立っております。あゆみさんと会ってじゃないですか。いや、私にもらうんですけど、はい、皆さんのこうね、はいはい、大事ですね、はい、私も疑問に思ったら聞こうかなって思っているので、うん、はい、はい、ということで、はい、あゆみの質問コーナーでした。ありがとうございます。はい、じゃあ高橋さん、はい、ありがとうございます。はい、おはようございます。この人も呼んでくれましたね、この人のタイトルね。はいはい、今日はなんかすごく後ろに乗ってなんか、はいはい、すごい違和感あって、はいはい、なんかいろんなことが、ね、あなた、今までちょっと前から見て、はい、観客で見てたんですけど、はい、出演者として見たら、はい、すごいなと思います、ね。なるほど。はい、シネマコミュニケーターの高橋さんです。はいはいはい、そういうことやっておらせてもらいますけども、はい、でこれは DVD とか配信でやってるんで、ちょっとお気に入りの作品を、うん、はい、させていただきたいと思います。はい、今日黒沢映画をご紹介しますけども、出た黒沢明映画ではないです。なるほどなるほど、黒沢映画でございます。はい、はい、日本あるんですけども、はい、これね、黒沢映画っていうあの森三中のね、はい、黒沢さんが出た作品で、はい、これが1本目で、沖縄映画祭とかで割り好評だった分 で、うん、でこれはパッと同じ感じで、黒沢映画2011っていうのがつきます。はい、これね、私ね、すごく好きで、両方とも DVD 出るんですけどね、はいはい、黒沢映画、もうこの、もともとの黒沢さんを、うん、もう扱ってるんですけども、はい、まあ、その女芸人ゆえの恋愛の話なんですけど、はいはい、これ難しいな、ネタバレなんですけど、本当に、まあ、黒沢明日香っていう人を好きになった人が、うん、あらイケメンが現れるわけですね、うん、要するに、うん、でそれはもう今現実の世界と映画の世界と、まあ、ぐちゃぐちゃになるんですけども、うん、そこで、まあ、すごくウキウキするんですけども、うん、実はっていうところが、うん、女芸人ゆえのネタ落ちがある、ね、なるほど、なるほど。もうそれ分かった時にね、もうかわいそうでね、いやーかわいそうなんや、かわいそうでね、うん、でもそれ映画やから許せんの、うん、それほんまやったら許されへんやんっていうのはね、うん、すごいひどいですね、ひどい映画ですね。だからもうそっからもうこの黒沢さん好きで、はいはい、ずっと応援して、これ実はあの舞台挨拶あって本人とお会いしたんですけど、ね、あ、そうなんですね、はい、そっから好きですね。でそういうまあちょっとドーンとくるネタがあったっていう、はい、でその、はい、まあ、その、失恋、あ、失恋だから、うん、まあ、そのそういう恋愛を乗り越えてパート2で、この2011は、はい、この韓国のイケメンに好かれるんですね。なぜか日本人はもういいよっていうのが、うん、パート1でこう、うん、黒沢さんもう悟ったわけで、なるほど、ひどい、ひどい目があったんでね、はい、で今度はまあ韓国に行って、うん、まあ、自分はもう日本相手にしたいということで、うん、韓国の男性とに好かれるわけですけども、はい、まだこれが1本目のそのネタをちょっとよく似た感じで、はい、なるほど、ね、まだそれもかわいそう、うん、かわいそうです、かわいそう、助けてあげたい、はい、うん、ここにおるよ、助けてあげる。これね、はい、非常にね、よくできた作品なので、そうなんです、日本とも見ていただくと、はい、まあ、女の人が見ると余計に、はい、悲しいかなと思って、これはね、か菅野さん大丈夫です、はいはいはい、ご紹介しましたけど、はい、あのノリもちょっとあるっていうかな、感じでございます。もう吉本の方も、ね、いっぱい出ますし、はい、であの椿鬼奴さんとか、ね、うん、この時 の、 その女芸人三浦、はい、回出ますんで、はいはいはい、あの現実がありながらちょっと本当にあったような話をやってるという、うん、なるほど、はい、非常に好きな映画でございますね、はい、見ていただきたいと思います。はい、はい、そして次がですね、はい、またこれ大阪で撮った映画忘れてました、トラコネということで、はい、トラディシュ、トライアングルコネクション、はい、コネクション、ね、はい、コアクション映画ですけど、多分監督が見たらあのちょっと吉本似てるやん、うん、と思うかもわかりませんけどね。そうですね、杉谷太郎さんが、はいはいはい、映画で、はいはい、とにかく珍しい、うん、もうね、珍しい、超ね、これ辻ちゃんと結婚した後の映画で、うーん、あ、すごい、私これがね、
エキストラで行ったの、このこういうのを持って、あららら、あの公演でそのコンサートをしてるところを応援するっていうね、はいはい、これまあ、 あのアイドルオタクで、うん、まあ、その、まあ、アイドルがちょっと悪者にされられたりするような映画ですね、うんうんうん、でもういろんなアクションの人を出せっていう感じで見て、うん、私が行った時に実はこれこの子がのアイドルイベントのシーンでエキストラで行ったんですけど、うんうん、司会がね、宮村優子さん、ミヤム私全然知らんかった、アクになってして、ミヤムの実物を見たっていう貴重な体験をさせていただきますけど、でその時のそのアイドルのコンサートの警備員に大場健二さん、おお、大場健二さん、マジで大場健二さん、ギャバン見た、ほんでまたその会場に渡里さん、渡里陽一さんでしたっけ、あのアクション俳優、ああはい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 、おうおうおう、あの人もなんか渡里陽一さん、はいはいはい、もういたんですよ、すごい作品でございます、すごいじゃん、はい、でもこれあんまり関西ではそんなに公開してなくて、ね、いや僕も初めて知りました、はい、なるほど、割といい作品でおばさんがプロデューサーで出てたんですけども、この、T&T さんね、うん、この作品1本で終わってしまった、ああそうですか、はい、それは残念、残念な、はい、話もありますので、これ DVD とかも出てますので、はいはい、見ていただきたいと思います、はい、大阪がちょっと映ってますので、はい、見ていただきたいと思います、はい、もしかすると明日の間でその絶対流れない取材をかけてみたいかな、なるほどなるほど、まず今日の出演はまだ決まっておりませんので、はいはい、明日の放送楽しみにしていただきたいと思います、はい、はい、ありがとうございました、はい、ということでエンディングでございます、うん、はい、はい、ということで今日はちょっとね、振り返りで、そうですね、70回を振り返ってみたんですけども、はい、まあ70回分は喋ってないですけどね、はい、それぞれがね思うところをちょっと喋らせていただいたんですけど、まあね、きっかけはコロナでね、なんとかしなきゃいけない、何かやらなきゃいけないよなっていう、新しいことを探していこうよっていうので始まった番組なんですけども、はい、まあ、これからもね、そういう新しいことにチャレンジしていくっていう気持ちをね忘れないで、はい、いろんなことにチャレンジしながらまたこの番組を続けていきたいと思いますんで、はい、また次は100回目ぐらいにまたね、そうですね、振り返りやりますかね、はい、という感じで考えてますので、皆さんも、お付き合いのほどよろしくお願いいたします、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います、どうもありがとうございました、ありがとうございました。